日形よか公園七面掃除聖地11月上旬の赤く色づいた七面掃業後記念碑日日形よか公園とは佐賀県佐賀市東よか町に所在する公園である昭和天皇最後の身行基地である東よか海岸沿いにあり有明海の日形に面している2004年に開園したアスレチック施設の充実した公園部分のほか、有明海の日形が一望できる 東岡海岸展望台や海の紅葉とも言われるシオナス植物七面草の自生地海岸堤防を用いた干潟ギアラリーなどがある。第38回全国植樹祭出席のためらいすけした昭和天皇が東岡海岸を訪問した際には地元でも注目されていなかった七面草に深い興味を示した。これが七面草が広く知られるきっかけとなり、 1994年には七面草を育てる会が発足。植生の保存などが行われている。11月上旬には七面草祭りも開催される。佐賀県の認定する22世紀に残す佐賀県遺産にも認定された。また、2006年には全国豊かな海づくり大会の第26回、佐賀大会の会場にもなり、天皇皇后が臨席した。 フジテレビ系で放送されたドラマのダメカンタービレのロケ地にもなっている。ありがとうございます。